ドラフトチャンネル、プロデュースドバイ高校野球 .com。 皆さんこんにちは。今週も始まりましたドラフトチャンネル。この番組は野球ファンの皆様のために、今期のドラフトで注目される選手や全国津々浦々で行われている試合の情報をお送りするニュース報道番組です。 MC の私、船木詩子と、野球報道サイト高校野球 .com からお招きした記者の方とでトークをしていくのですが、すいません、今週もはい、今週も川島記者は試合の取材のため、スタジオにお招きすることはできませんでした。すいません。従いまして、今回も報告レポートは音声でお送りし、番組後半では川島記者に電話をつないで、ドラフト情報などをお届けしていきたいと思います。そして、先ほど声が聞こえたと思いますが、本日のゲスト、今回もこの方にお越しいただきました。こんにちは、新刊 JP 編集部の山田です。はい、もはやゲストなのかという。そうですね、ほぼレギュラー化してるような感じなんですけど、はい、まあ、この収録を楽しみに1週間過ごしておりますありがとうございます、はい、私も楽しいです。はい、ここ1週間野球、まあ今すごい試合盛んにたくさんやってますけど、もう先週土曜日にもう都大会始まったから、はいはい、この番組のディレクターの、はい、まあ N 君としますけど、 N 君と一緒に予選見に行こうって、はい、神宮球場に行こうと思ったんですけど、はい、雨だったじゃないですか。そうですよね。でも全試合中止になっちゃって、はい、もうしょうがないと思って、はい、その彼と一緒に神宮第二球場の近くのコートでフットサルやって、はい、野球じゃなくてフットサルフットサルやって、まあ、やれますもんね。ゴルフ場とかもありますもんね。もうフットサルの思い出しかないです野球の思い出ないです、この先週は。そうですね、はい、私もちょっとあの母校の試合があって、昭島に行きました。ホームページ見るのが遅くなっちゃって、はいはい、全試合中止になったと思わなくて、うん、小雨だから行けるだろうと思って昭島に行ったら、はいはい、やってませんでした。あれね、情報見んのね、高野連のサイト、はい、あ、そうです、そっちを見たんですけど、そうなんです、朝日に出てました。気づかなくて、なんか、ね、ツイッターが一番早いような気がする。あ、本当ですか。ツイッターは見てなかった。なんか都大会中止とかで、はい、と割とすぐ出て、あ、本当ですか、うん、今度からそうします、うん、では、山田さん本日もよろしくお願いします。本日も野球情報盛りだくさんでお送りします。ドラフトチャンネルスタートです。先取りドラフト情報。このコーナーでは記者の皆様が見た今期ドラフト候補生を取り上げて紹介していきます。今週取り上げるのはこちらの2名。筑波秀英高校、永井亮太投手。聖徳学園高校、長谷川博己投手です。さて、ここで川島さんに電話をつないで、亮投手についてお話を伺っていきたいと思います。もしもし。もしもし。こんばんは。どうも。すいません。いえいえ。なんかすごくお忙しいようで。今日はどこか外に出て取材です、だったですか。ですね、今日今日取り上げさせていただく長谷川投手を見てきたんですよ。あ、見てたんだ。はい。あ、じゃあ東京にいたってことですか。そうですね。おお、あの町田ですよね。そうですね。すごい遠かったです。そうですね。これからちょっと大丈夫ですか。落ち着きましたか。大丈夫です。ぜひ、はい、お願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、はい、まずドラフトの、筑波秀英高校の永井亮太投手についてから。はい、そうですね。はい、まあ彼兵庫出身なんですけど、はい、まあちょっと甘えたくないっていうか、自分になんか地元に残っちゃうと甘えが出てしまうからということで、はい、まあ筑波秀英に。行くんですけど、まあ、当時彼まだピッチャーではなかったんですよね。キャッチャーだったんですけど、はい、まあ、まだその時130キロ弱というと、まあそれ、まあまあ、我々の基準からすれば結構早い方だと思いますけど、はい、まあ、まだまだ普通の投手だったということなんですよね、うんうんうん、まあ、でも結構怪我が多かったようでですね、はい、その中で結構ウェイトとかそういうのをしっかりやってきて、まあ、はい、だんだん怪我が治ってきて、去年の、秋から本格化してきてですね、145キロ出すまでになったピッチャーなんですね。はい。で、この春に、はい、まあ、149キロまで速くなったというピッチャーなんです
ですけど、まあ、非常に筋のいいというか、まあまあ、佃秀英って何がいいかというと非常に投手力が、高いチームなんですよね。いつも好投手を作るということで毎年出てきますよね。そうですね、佃秀英の出身のピッチャーといえば、まあ、ソフトバンクにいる山田投手、はいはい、オリックスにいる塚原投手、はい、巨人にいる五十嵐投手、はい、で今年あの白鴎大に157キロ投げる中塚っていうピッチャーがいるんですけど、はい、彼も、白鴎大、筑波秀英の出身なんですよね。お話しとれちゃいますけど、なんか指導者がいいとかなんですか？あ、そうですね、まあ、投手力育成、にです、ね、非常に定評のあるチームなんですね、筑波秀英っていうのは。何を教えてるかっていう、何がうまいかというと、はい、非常に体の使い方をですね、非常に研究をしているチームでですね、指導者の方が素晴らしいんですけど、はい、まあ、何を、育ててるかというと、あれなんですよね、細身のピッチャーでもなぜ150キロぐらいのピッチャーを投げられるのかというところに今非常に注目をしていて、例えば岩隈選手とか、はい、まあ、岸選手とか、まあ、140キロ後半投げるじゃないですか、はい、まあ、岩隈投手は結構だいぶがっしりしてましたけど、はい、岸として結構非常にほっそりしてますけど、はい、まあ、あれでも150キロ近い速球を投げるかということで、で、あそこで非常に注目しているのは、まあ、体のなぜ投げれるかというと、体の軸が鋭く回っているというところに注目をしているんですよね。まあ、それをうまく注目してみるとですね、まあ、長井投手もですね、非常にそんなに下半身を沈み込んで投げるピッチャーではないんですけど、非常に胸を張ってですね、非常に鋭く回転できるフォームで、確かに速球投手の投げ方かなと思わせるピッチングができるんですね。そういう意味で、非常に、速いボールを投げるピッチャーだなというところです。それで角度もあって、カーブも良くて、非常に育てがいのあるピッチャーだなと思います。残念ながらもう負けてしまったじゃないですか。そうですね。今年夏もその、実力は発揮できた感じなんですか？いやー、まだってところなんじゃないですか。まだ未完成というところがまだ非常に強いピッチャーだなと思います。ただ、非常に素材はいいというのはもうプロのスカウトはみんな分かってると思うので、まあ、彼はプロ志望というふうには伺ってるんですけど、まあ、やってくれるんじゃないかなと思います。はい、どうですか、志望届出したとして、はい、指名する球団もまああるだろうなっていうような感じの子なんですか？あると思います、私は。上位ではないと思いますけど、はい、まあ、どうですか、今年、まあ、いいピッチャー多いんで、ドラフト市場で。そうですね、ただ今年はピッチャー当たりですよね。はい。まあ、それでも、まあ、それなりの、素材はいいんで、まあ、5年後とか3、あ、まあ、3年後、4年後には、まあ、自分の、そうですね、まあ、定着してもおかしくないような、そういう素材を持ったピッチャーではないかと、私は見てますね。川島さん、はい、あ、ごめんなさい。川島さんは、はい、この長い、投手に関して、はい、川島さん的には今後その4年、まあ、5年ぐらいでどんなピッチャーに成長してほしいとかありますか？いや、もう本格派ですよ、早急ピッチャーです。うーん、もう武田翔太のようなピッチャーになるんじゃないかなと。カーブが良くてですね。じゃあもう変化球もいいものが、結構、いいカーブ持ってます。結構縦のカーブ、そうですね、まっすぐもでもまだ上がりそうですよね。この上がりますね。まだ全然体が完成されてないので、まだまだ150キロは超えてくるだろうし。